イブ・サン・ローランといい、ボシュロムといい、今回のウォン・ジョンヨといい、白と黒の二面性ビジュアルを企画されがちなウさん。2024年4月26日、平野翔さんが自身のインスタグラムで大きなニュースを報告しました。それは、韓国の有名メイクアップアーティスト、ウォン・ジョンヨ監修のコスメブランド、ワン・ジュン・ギョの広告キャラクターに就任したことです。この発表は、 ファンの間で大きな反響を呼びました。なぜなら、彼の美しさは多くの人々を魅了し、そのキャリアの発展に関心を寄せるからです。平野賞ナンバーアンダーラインアイカ、ワンジュンギョヘアーの広告キャラクターに就任し、ファンたちは大喜びです。この韓国の有名メイクアップアーティスト、ウォンジョンヨカン州のコスメブランドワンジュンギョからの提案は、 彼の美しさを白と黒の二面性ビジュアルで強調します。平野翔さんが広告キャラを務めるワンジュンギョヘアーはシャンプーやトリートメントなどのヘアケア製品を提供するブランドです。彼の美しい容姿とウォンジョン予感州の高品質な製品が融合し、注目を集めることは間違いありません。広告のビジュアルには白と黒の二面性が使われており、 その魅力は多くのファンを魅了しています。平野翔さんがインスタグラムに投稿した画像は、1日で8500件以上のコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいます。ファンからは、世界一イケメン、王子すぎるといった翔さんの声が上がっています。彼の美しさだけでなく、内面やダンススキル、そしてこれまでの経験が彼の魅力をより一層引き立てています。 彼は20代後半に差し掛かっており、ますます色気を放ち、成熟していく姿がファンを魅了しています。この新たな挑戦は、平野翔さんのキャリアにおける重要な一歩です。彼の美しい外見だけでなく、広告活動や商品プロモーションにおいても高い表現力を持っていることが評価され、多くの人々にインスピレーションを与えています。平野翔さんの美は、 彼の DNA に刻まれたものかもしれませんが、それだけではありません。彼の努力と才能、そして魅力が彼を他の人々から際立たせる要因となっています。彼の広告を見ると多くの人々が彼の美しさに魅了され、商品を手に取りたいと思うことでしょう。彼のファンでなくても、彼の広告に触れることで、自然と興味が湧きます。その魅力は、 ただ美しいだけでなく、購買意欲を刺激する力を持っています。彼の広告は、ただ単に商品を宣伝するだけではありません。それは彼の美しさや才能、そしてブランドのメッセージを伝えることで、人々に感動を与え、彼らの心に残るものです。平野翔さんの広告活動が、これからもさらに成功を収めることを願っています。 彼の美と才能は、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。ワンジュンギョヘアーの広告に登場するヒラノショナンバーアンダーラインアイが、その美しすぎる容姿と魅力的なパフォーマンスでファンたちを魅了しています。彼の広告出演は、韓国の著名なメイクアップアーティストであるボンジョンヨが監修するワンジュンギョのヘアケアブランドから発売される製品のプロモーションを担当しています。 広告のビジュアルは、平野翔の魅力を最大限に引き出す白と黒の二面性を強調しています。このビジュアルは、ファンを魅了し、彼らから多くの賞賛を集めています。世界一イケメン、顔面優勝です、といったコメントが寄せられ、平野翔の魅力が再確認されました。広告に登場する平野翔の美しさだけでなく、 その内面的な魅力や多彩な才能もファンたちを引きつけています。彼の成長する魅力についてのコメントも多く寄せられ、内面やダンススキル、これまでの経験が加わって、さらに魅力が増した20代後半で、色気がだだ漏れ、といった声が聞かれます。また、平野賞の広告出演により、商品への注目度が高まり、ファンたちの購買意欲も高まっています。 平野くんの美しさは元々の DNA なんだろうね。肌が綺麗だしかっこいいと思う。かっこいいといったコメントからは彼の魅力に対する絶大な指示が伺えます。ワンジュンギョヘアーの広告に登場する平野翔の魅力は彼の美しい容姿だけでなく内面的な魅力や成長する姿にもあります。彼の広告出演により商品への注目度が高まり、 ファンたちの購買意欲も高まっています。彼のこれからの活躍にますます期待が高まりますが、その一方で、彼の成功にはどのような要因が影響しているのでしょうか彼の成功は単に容姿だけにあるのでしょうかそれとも彼の内面的な魅力や才能が影響しているのでしょうかそして、彼の今後のキャリアにはどのような可能性があるのでしょうか 彼の広告出演をきっかけに、ファンたちは彼の活動にますます期待を寄せていますが、その裏にはどのような思いがあるのでしょうかこの広告キャンペーンは、平野翔だけでなく、その内面やダンススキル、これまでの経験を反映して、彼の魅力をより一層引き立てています。彼の美しさは、もともとの DNA によるものかもしれませんが、彼の努力と経験が加わることで、 その魅力はさらに増しています。ファンたちは、平野翔の広告を見ると、彼の美しさだけでなく、その商品にも興味を持っています。彼が広告する商品は、彼のファンにとっては特別なものとなり、彼らは積極的にその商品を購入したいと考えています。この広告キャンペーンは、平野翔の美しさだけでなく、彼の内面の魅力や才能、 そして商品への興味を引き出すことに成功しています。彼のファンにとっては彼の広告を見ることが特別な体験であり、彼らは彼の魅力と商品の魅力に心から惹かれています。このように平野章の広告キャンペーンは彼のファンにとって特別なものであり、彼の美しさや魅力、そして商品への興味を引き出すことに成功しています。彼の広告は 彼のファンにとっては特別な体験であり、彼らは彼の魅力と商品の魅力に心から惹かれています。平野翔が広告キャラクターを務めることで、ブランドへの注目度が高まり、商品の購買意欲も増加しています。彼の美しさやカリスマ性は、彼が広告する商品に対する関心を高めるだけでなく、彼自身に対するファンの愛情も深めています。しかし、 一方で、彼の美しさに対する過度な期待や賞賛が、一般人にとっては遠い存在と感じさせることもあります。彼の美しさが元々の DNA に由来するものであるとしても、一般人には到達困難なものと感じる人もいます。これからも平野章の活躍に期待し、彼の持つ多彩な魅力に魅了されることでしょう。 彼の広告キャラクターとしての活動が成功率に進み、ファンたちが彼の魅力に夢中になる姿が見られることを願っています。